こんにちは。こんにちは。釣りやゴルフインストラクターの小林です。おだちです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回はですね、釣りやゴルフスクール境店に通っていらっしゃる生徒さんからの、お悩みです。はい。アイアンを打っても、それからドライバーを打っても、はい、何を打ってもとにかく右に行ってしまう球が、はいはいはい、よくあることですね。これお寄せいただいたのが初心者の方ということで、はいはいはい、今回は私オダッチが実際にヤッシー先生に直していただいて、どれだけ右に行くのを直せるのかというレッスンをしていただこうかなと思います。はい。本当に私も練習場行ってもとにかく右に行くんですよ。はいはいはい、スライスなんてもんじゃないっていう球がどんどん出るんで、はい、これ直るんですか？直しましょう、今日のレッスンで。わかりました。頑張って練習していきますので、はい、皆さんもチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあレッスン始めていきたいので、はい、ちょっとさ、3球やってもらってもいいですか？めっちゃ緊張するわ、これ。じゃあいつもの感じでもういきます、ね。そうですね。うわっ、はい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 、まさに。まさに悩み通りですね、もうこれ、はいはいはい、本当にこれなんですよ。これをどうにかしたい。練習、はいはいはい、じゃあもう一球いきましょう。はい、もう一球いきましょう。本当練習場行ってもこんなんばっかりなんですよね。横におったら嫌やなって思ってマジで迷惑かけると思う。ごめんなさい。うん、まっすぐだけど音が全然、はいはい、ダフってますね。ドスーンみたいな音してます、はいはいはい。もう一回いきましょうか。はい、ラスト。うん、はい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 。ああ、でもこれも右ですね。右ですね、だいぶ。これ10分のレッスンでね、うん、多少前飛んだらすごいよね。いや、これ助かりますよ。ほんまにまっすぐとりあえず飛ばしたい。うん、じゃあ右行ってると思うんですけど、まず構え方変えさせていただきたいので。構え方かですね。はい、じゃあまずいつも通りグリップしていただいて、こんな感じですか。はい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 。じゃあまずここのグリップの握り方からちょっと変えたいので、はい、このグリップ左手ですね、右手一回離していただいて、でここを結構ギリギリ握っちゃう方が結構多いんですけど、はい、まあ、長ければ長いほどね飛ぶとかあるので、まあでもそんなことはなくて、しっかりまず左手でグリップしてほしいので、まあ一回これで持ち上げてみましょうか。はい、一回普通にクラブはそうですね。でぐるーっと持ってあげたら結構やっぱグラングランというかね、そうですね、持ちにくいと思うんですよね。力入れないとそうです、そうです、無理です。これをじゃあ一回戻してもらって、はい、ここ指2本分ぐらい開けます。はい、手のひらがしっかり入るようにグリップエンドに、でこれでもう一回持ち上げてみましょうか。グラグラはしないと思うんですね。さっきより全然安定感、安定感がしてると思うので、やっぱさっきのグラグラやと力をギュッと握ってしまうので、はい、ちょっとそこをまず左手の握り方、ここ指2本分開けるで握る、はい、っていうところはまずしっかり気をつけていただきたいので。わかりました、はい、あとねもう一つ、この拳が2個分見えるぐらいなんですね。今何個見えてますか？今1個も見えてないですね。そこをじゃあこれで多分上から見た時に拳が2個見えてくると思うので、はい、まずこれで左手は握るで右手握りましょうか。わかりました、はい、で右は拳1つ分ぐらい、左手は2個、右手は1個、はい、っていうので覚えてましょう。意識します。はい、でじゃあ1回戻ってもらって1球打ってもらいましょうか。それでね、これで、はい、いただきました。さっきと全然ちゃうな。うん、でまだ今のでも少し当たりどころが悪いかなと思うので、うん、あとはじゃあ距離感とアイアンの構え方ですね、ちょっとやりたいので、はい。オダッチの場合はね、ここがね、距離感がもうゼロに近いんですよね。ゼロに近いってことは、打つときに腕は離れてしまうんです。でも今、こことゼロの距離から打つってなると、遠くなってしまうんですね。ここで構えてたら、打つときに多分ここに戻ってくるって結構難しいと思うんですよ。そうですね。ってなったら、遠心力離れてしまう、うんうん。で、今のとかも根っこに当たってしまうってことが多くなってしまうので、まあ、根っこに当たると右にバーンとこう、シャンクみたいな感じになっちゃうので、はい、そこだけまず気をつけたいので、ここの目安は拳2個分ぐらいになるので、あと構え方、もう一回足伸ばしましょう。はい、肩幅ぐらい広げていただいて、前傾の角度結構いけるかなと、そうです、それぐらいで、で膝をちょっと緩めましょう。それぐらい、結構傾いてると思うんですけど、でもねそんなに傾いてないです。これが普通ぐらいになるので。これが普通、さっきより全然綺麗になった。本当ですか？うん、さっきの近くて構えてるのと比べると全然今ねゴルファーらしくなってます。いや、なるほど。この向きですね、あとはグリップエンドが向いてる向きになるんですけど、うん、今右股関節ぐらいにちょっと向いちゃってるので、ここを左股関節に向くように。こんな傾けるんですか？はい、
多分、ね、立ってるように見えちゃうんですけど、うん、これがアイアンの構え方ぐらいにはなるので、今どちらが構えてた形で言うとこんな形になるんですよ。あのフェースの向きが、うん、ここがまっすぐやとしたらちょっとこっちに傾いてたんで、こうなるとフェースは開いてしまう形になるので、アイアンの向きで言うとちょっとこう斜めに向きます。だから左股関節ぐらいの形で構えてあげたらちょうどこれがまっすぐなので、はい、ここもねちょっと間違いやすいところなんですけど、なるほど、これで構えはめちゃめちゃ変わったと思うんですけど、変わったけどこれ違和感あるちょっと何か打ってみましょうか。これいけるかな、ちょっとじゃあ打ってみます。はい、うん、おナイスです、ナイスです。めっちゃいい球、いい、めちゃめちゃ飛びましたね今の、いい感じですね、これはいいですねさっきと全然違いますね、そんな変わる、あ、なるほど、もう一回だけ言ってみますか、ちょっとこの感覚気持ちいい、たまたまじゃない大丈夫、やめてくださいたまたまじゃないもう言うからそんなえ、これ まぐれですか、まぐれやね、今のさっきの位置はまぐれですかね最初と見比べたら全然変わってるの で、違和感しかないと思うんで、はい、とりあえずこのチェックポイントというかね、自分なりにまず構える時だけでもいっぱいあったと思うんですけど、はい、その辺のチェックポイントを自分で多分分かってないと、ただ単に構えて打つを練習するんじゃなくて、ちょっとしっかり一個一個構える時にこうグリップ握るで前傾の角度とか、うん、で一番変わったのはこのねちょっと距離感も変わってると思うので、うん、で今かかとの重心って今どっちになりますかね、今多分左の方に打ってる、はい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 、五分五分ぐらいにしてあげましょう。そんなに左に曲がれなくていい。はい、そうですそうです。はい、行ってみましょう。うん、難しいな。当たってる感じはね、ドンとかではないので、全然ちょっと面に渡ってきたかなとは思うんですけど、気持ちいい音にはなってると思います。うんうん、あとはね、ちょっとフェースがまだちょっと開いてるかなってぐらいになってくるので、はい、うん、その辺も構えをちょっと練習しましょう。とりあえずは。はい、でもスイングはすごい綺麗になってきたね。あ、本当ですか、うん、自分でやってるとまだまだ違和感だらけなんですけど、うん、ナイス、おあ、よかったナイスショット、ナイスショット、ナイスショットです。まぐれじゃないことをもう一回いきましょうかこっからが怖いんだな2球連続いけるかいきます、はい、あ、でもまっすぐ、まだ、はいはいはい、まっすぐ、ちょっと当たりがね、あれでしたけど、全然方向性はまっすぐなんでいいと思います、うん、最後ラストもう一発いこうか、じゃあ一発いきましょう、これでまぐれじゃないことをね、前回出た時ね、これでめちゃめちゃの球だったんで恥ずかしいっていうオチだったんで、おー、マジでいい、めっちゃいい、めっちゃいい当たりでしたよ今、あ、音も気持ちよかったし、距離がすごい、7番140、こんな出るんですか構え方だけでもね、全然変わってくる、最初は絶対慣れないと思うんですけど、はい、何球か打ってるとちょっと自分のポイントとかね、構え方であったりスタンスとか自分なりに今ポイントが出てきたと思うんですよ、はい、走りちょっと突き出して、うん、ちょっと膝曲げすぎないとかね、でここの距離が一番変わってるので、多分、ね、はい、最初のお立ちの構え方と最後の構え方見てもらったら全然変わってると思うので、これ見比べてほしいですねめちゃめちゃ変わってると思います、一つ一つのポイントをやっていければ、はい、全然今みたいにまっすぐ飛ぶようになってくるので、これはいいこと教わりましたね、確認作業がちょっとね増えるんですけど、まあ、それがしっかりあの近道にはつながると思うので、そうですよね、しっかり確認やってもらって練習していただけたらと思うので、はい、はい、あとオダッチは確かにレッスンで一回知ってやることは大事なんやけど、うん、毎ショット毎ショット自分のスタイルに戻っちゃってるよね、うんうん、あ、それをね一個ずつやっぱり先生が戻してくれるっていうのはレッスンがね一番いいところだと思う、そうですね、うん、ぜひ皆さんねレッスン体感してほしいと思います、一球一球あのカメラでね見れるんで自分の打った姿とか、うん、やっぱ自分の打った姿ってわからないんで、自分がやってるつもりでもやっぱ戻ってしまうことがあると思うので、はい、そこは見てもらうっていうのも大切かなと思うので、ぜひスクールの方にお越しください、はい、お願いしますというわけで、ヤシ先生ありがとうございました、はい、ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。ヤシ先生は心斎橋パルコ8階の鶴屋ゴルフスクール大丸心斎橋店に勤務されています。ヤシ先生から直接レッスンを受けてみたいという方はゴルフスクール大丸心斎橋店へお電話ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。